はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースザ・トロールレベル with アウトトロールス、このトロールはトロールのレベルではないっていうことですね。だからか知んないんですけど、この制作者もう勝った気で嫌がるよ。サムネにウィンって書いてるもん。とりあえず落ち着こ。このクリア率 1.69% ごときのこんなトロール、僕はさささっとクリアしてみせたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。あ、速攻で中間ポイントあるね。なるほど、ピンクインコースか。じゃあこの鍵道は一番最後に取っておいていいっていう感じだね。それじゃあどんどん進みますか。でここで4つの入り口か、左からどんどん攻めようか、わけわかんなくなるんで、それじゃあここの50コイン取っていきたいと思います。あ、マグン、いや速攻マグマが上がってくるのはわかんなかったね。じゃあここで叩いてみようか。このハテナ中出る花ちゃんか。大丈夫、この1キャップはいらないよなきっと。でこのまま右に行って、ここは、え、何この1キャップ、なんか取らなくちゃいけないとかそういうのないよね。いやこのオンオフかわいそうじゃない。信じて行ってみます。頼む、あれ何も変わんないね。あれなんか今日優しくない、これキノコ取るだけでしょ、ほら。いやなかなか順調じゃないんですかね今日。でこれはうわ上じゃねえ、ここで速攻死に耐久か、初めての罠が死に耐久ですかね今日。これ一発でいきますよ、ちょっと待ってね。なかなか難しいじゃねえか、ちょっと待ってね、もう一回、ここ、うわ、なかなかシビアな判定だな。もう一丁、トゲー、これさ、下めっちゃ気になんない？行く途中で思ったんだよね、この下何があるんだろう、なんか死に耐久があるのかな。それじゃあここは下に行けっていう感じだね。なんですぐ下に行こうか。でこのまま土管に入る感じでいいのかな、多分これで合ってるでしょう。うわ今日もう1個手に入れたよ、優しい。今回のトロールコースはなかなか難易度が低めなんじゃないかな。それじゃあ次は左から2つ目の土管に入っていきたいと思います。土管じゃないドアね、そのまま左行って、ここはオンオフをしておく、一旦オンしておこうか。どうなる、うわ何もなんねえか、ドッスン襲ってくるでしょ、ドッスン先輩はあのままにしておいて、ここは、え待ってなあ大丈夫、今日なかなかいい具合に進んでるんじゃないの。取れなきゃ大丈夫かな、これ左で破壊していくだけじゃないのかな、大丈夫。もうちょっとなんかさ盛大な罠来てくんないかな、リアクション取りにくいじゃんこんなの。じゃあここはボム兵で左のブロックを壊したら進んでっていいっていう感じだね。うわドクロコースターがあるじゃねえか、これ乗ったら何も変わんないよね。じゃあ下行ってみようか、下行ってパウブロック持ちます。そしてブラパを倒してシーソーが動く感じだよね。あこれは合ってる。でバブルが出てくるのかな、あはは、あ大丈夫大丈夫。でここは上と見せかけて、いや上行きます、こっちしかないよね。そしてバネが手に入れたか、このバネ持ってドア入ってみる、なんで入れねえの、うっそ。火が出てきやがった、この火にやられろってか、早く来てよ、どこ行ってんのもう。長くないですか、これいつまで待てばいいんですかね。いやそれは長いって。早く来てよもう、早く来ないとマリオ疲れちゃうって。見てあのマリオの前にならえ、すげえ綺麗じゃない、あの前にならえ。どこ行ってんの、あでもこれでバネに当たれるんじゃないのかな、バネじゃねえや、ガリガリに当たれるでしょ、あっつ。じゃあここ下からで一歩で走っていきます、これで大丈夫、よっしゃ来た。え今日なかなか順調に進んでってるねマジで、 1.69% って結構難易度低いのかな。それじゃあ3つ目のドア入っていきましょう、今回はもうすぐ終わるんじゃないかな。ここ50個に取っておくね、そのままオフ、このハゲー。じゃあここはもうすぐ右に走っていけっていう感じだったね、これでいいでしょ、テレサおいで、いないいないバン。こっち来ないので、ね、じゃあオンオフをして右に走っていきます、これで合ってる、そういうことでしょ、ここがなんか出そうじゃない、パン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 。それじゃあここは下でパンを待っておいて、あのブラパを倒す感じだね。さあ次に進みますか、ここ怪しいな。大丈夫、そういうのは引っかかりませんよ。じゃあこのまま右行こうか、
うわ、もう一個パンがいるのか。なんかそんな予感は少しだけしてたんだよな。じゃあここでパンを投げて、まず上のブラパ倒すでしょ。でもう一回パンを出してもらって、右にいるブラパを倒しましょう。日頃の恨みを込めて、おりゃじゃあこのままオンオフ変えたんで左に進めるっていう感じなんだ。なんでさっきまでいなかったじゃん。何出してくるの。何このトゲゾ。どうすればよかったんだろうね。オンオフを変えないで左に行けるのかな。パンをもう一個持ってくるところまでは絶対合ってると思うんだよね。ブラッパ倒して一旦左行って、もまだ砲台は出てこないよな。なんでこれ叩いてすぐ左にダッシュしていけば間に合う。なんでいんの、そんなに佇むなって。あ、わかった、ここさ、金魚のあのブロックを叩いておけばこの砲台出なかったんじゃないかな。なんで一旦ここ叩いてみるね。一旦ここ叩いてブロック出しておいて、ブラパを倒してオンを変える。これで大丈夫でしょ。ほらやっぱりね。そしてここはフラワーは取れるのかな。なるほど、キノコは取れる。うわ、キノコ技じゃねえか。やめて、砲台やめて。あそれじゃあここに出てくるキノコ罠だったんで取りません。この辺で取れるのかな。いや大丈夫、取らない方がいいよね。あれは絶対罠だと思うんだよね。またドクロリフトいるな。このまま上おしっぱでこれ入れないから、早すぎて入れない感じかな。それともここで上、よし、ギリギリだね。そして3つ目ゲットだね。さあラストのピンクコイン取っていきましょう。ただね、僕怖いのが、全部ピンクコイン集めた後にもう一回やり直せっていうコースあるじゃん。それの可能性があるかもしれないんだよな。じゃあここは出します。待って、まとってる、あいつまとってる。大丈夫、消さないから。この氷、焼き魚。じゃあここはあの焼き魚が出てくる前に早く上に行きますね。そんでここ上から、いや下行きますね。こっちの方が気になる。熱いよこのまま。おお、なんかドッスンが襲ってきてる。大丈夫、うわ何もね、もう僕はやられるしかないのか。ドッスン、そんなにゆっくり来ないでよ。もうちょっと急いできてよ。そんなさ、じわじわ殴り殺すみたいな、そんなことやめてよね。いや右になんか出てくる可能性あるよ。こっち頼む、なんか出てきて。救世主のすぐ迫ってきてくるから、早く早くもうダメだ。じゃあここは上に行くしかなかったね。上に行ってオンオフすれば鉄球かなんか来るのかな。なるほど、そこに鉄球が出てきて下に降りる感じだね、きっと。ここ、あ、ここは何も変わんねえか。じゃあ下に行って、このドッスンが襲ってこないのはいいんだけど、右に進路が開けるのかな。なるほど、出てきました、進路が。ここは叩いてみる。叩いた瞬間右に逃げるね。あ、パワーブロックじゃねえか。このパワーブロック持っていけみたいな感じでしょ、きっと。ほら来ました、ここでブラッパ倒します。大丈夫、ここ大丈夫ですか。で、これ鉄球でしょ、きっと。なーにB押したらどうなってんだろう。うわ、そういうことか、足場があるのか。じゃあここブラパ倒すじゃん。そしてピースイッチを踏んで、真ん中のブロックは叩かない。これで次に進めるね。そしてこのパワーブロックを持っていっておこう。うわ、左上すげえ怪しくない。こっち入っていけんのかな。あ、入れないね。じゃあ左入れないんで、もう右行くしかない。うわマジかよ、ここで、あ、いけそういけそう。あ、ここの砲台は多分ね、ちくわブロックがなんか出てくるんじゃないのかな。さっき出てきたよね。あら、なんか出てこないね。一旦これ投げておくみたいな。あら、さっきちくわブロックが出てきたんだけど、一旦踏んでおけみたいな感じかな。ここでちくわブロックを踏んでおいたら、ここにちくわブロックが現れるのかな。なるほど、そういう風にできてんのか。ちょっとどうやってできてるのかわかんないんですけど。それじゃあ、あ、ここは、うわ、ヒントって書いてる。パワーブロックで一旦左に戻らなきゃいけないっていう感じかな。じゃあここのパワーブロックを出して土管に入るでしょ。そしてもう一回左に戻ってみようか。ここでパワーブロックを置いて左に戻る。これが正解なのかな。うわ、なんかさっきとやっぱ変わってる。こっちが正解なんじゃないの。右上に土管がある、ここか、こっちで合ってんのか。さあ4つ目のコイン、全てのコインが集まりました。最後のステージ行きましょう。あの右下の鍵の穴で、ね、頼む、普通にゴールさせてくれ。どういう感じなんだ最後は。いや暑いよ今日。大丈夫、このまんまゴールさせてくれる感じじゃないの。ほら、ウィンって書いてる。な
イス、ありがてえ。はあ。え、なんでやられたの今。え、もう一回やれみたいな感じか、やっぱりここは。どうしりゃいいの、今度は違うルートが開けてるのかな。いや大丈夫大丈夫、まだワンチャンあるよ、こっからゴールする可能性あるよ。熱い。じゃあこのドア入ったらすぐ上に行って左行きます。うわ、なんもね。あ、うわ、上すり抜けれるじゃねえか。っていうことはそのまますり抜けて右に行けばゴールできる感じだね。これでもうゴールできるよ。今回は何周もさせられんで済んだね。さあゴールへの道もう終わります。皆さん拍手の準備を。やっほー。どうもありがとうございました。はい、どうもピオキングです。伝説の6枚目。いや違った。はい、それじゃあ次のコースは6枚目。いやだから違うんだって。やべえやべえ、あのコース名に目が向いちゃって、ちょっと顔洗ってくるわ。じゃあジャブジャブ、じゃあジャブジャブ。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ伝説の6枚目。もうタイトルでわかるよね、コインを6枚取ってからゴールするっていうだけだと思うんですよ。ただその6枚取るのが異常的に難しいんでしょうね。クリア率は 0.48%。 早速やっていきましょう。うわ、やっぱりコインを6枚取ってからゴールだね。これでも僕思ってることがあるんだよね。一番最初にしゃがみジャンプでジャンプしてコイン叩くじゃん。その後普通に立ってコインを取れば6枚取れるんじゃないかな。うわ、5枚か。じゃあさ、普通に立ったまんまコインを取ってみるね。まあ、これで取れたらね、あんなにクリア率低いわけないんだよな。うわ、やっぱりダメだよね。どうやって6枚取るんだろう。順番変えてみよっか。なんで一旦最初しゃがむ、そして立つ、しゃがむ、立つ、しゃがむ。これではやっぱ取れないよな。でも順番が関係してんじゃないの。今度立つ、しゃがむ、立つ、しゃがむの立つ。うわ、ダメか、やっぱり。それじゃあ最後だけ立って叩いてみるね。それ以外は全部しゃがむ。し、どっこ。うわ、ダメだ。どうすりゃいいんだって。絵を描きながら言ってみていい。こういう風に、これでいけないから、頼む。うわ、ダメじゃねえか。あれ、今見た、今左にジャンプした時なんかめっちゃ速かったんだよね。ジャンプがバネの反動っていうのかな、それがなかったんだよね。走ってジャンプしたら反動ないみたいな、そんな感じかな。じゃあさっきの速いタイミングちょっと探してってみていい。走ってジャンプでしょ。うわ、いつもと変わんねえな。さっきの速いタイミングのジャンプどうやってするんだろう。これ録画してるからね、見直してくるね。はい、それじゃあさっきの録画見直してきたんですけど、あの速いタイミングでジャンプができた時ってマリオがバネの端っこにいたんだよね。なおかつね、バネから落ちるように進んでジャンプしてたんだよね。だからこの右端でジャンプする時は右に向かってダッシュボタンを押しながらジャンプ、多分これでいいと思うんだよね。ちょっと見ててね、成功できるかな。ほらほら、わかる、ほら、端っこでジャンプするときバネの反動が少なくない。普通だったらさ、ムニョンってムニョンってなるでしょ。でもこの端っこでジャンプするときはあんまりならないんだよね。ちょっと成功率が悪いかもしんないけど、これを何回か繰り返せば多分あの6枚取れるんじゃないかなって思うんですよね。それじゃあやっていきましょう。最初にしゃがみジャンプすることは間違いないと思う。そしてバネの端っこを狙いながら、くっ、うわ、難しいこれ。そしてこれ何回ぐらいあの速いタイミングのね、ジャンプを成功させればいいか分かんないんだよね。1回だったらいけそうなんだけど、2、3回成功させるって言ったら相当厳しいよね。5回目さえね、成功できればね、クリアできると思うんだけどね。で、さあ、シッ、どこ、うそ、5回目だったじゃん今。え、1回だけじゃダメってこと、2回ぐらい成功させろってことかな。でもこれ世紀の大発見だね。端っこでバネジャンすれば速くなるとか知ってる人ほとんどいないよね。ここで来い、やった。やっとクリアできた。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。